イエイ。バイてる？バイてる、これ。新入がバイてるかな。ハイゴナさんと一緒に。はい、ということでね、まあ、配合材料はだいたい揃ってきて、レオソード戦一回行ったんだけど、まあ、ちょ、もう一つの配合だよね。ということで、神獣探しかな。最後の。GJ も4回目戦ったんで、あともうずっと固定だと思うんですよ。まあ、それはいつものね、メインパで倒せばいいので、とりあえずこのメインパで行くしかないよね。おっと、危ね。さあね、ここもちょっとレベル上げなくちゃないんだけど、この状況だったらまずいな。さすがにデスピサロ連れていくか。まあ、デスピサロじゃなくてもいいんだけどね。たまにはね。ミルドラースとかってどうなの？何回動くのあれって。ミルドラースとかさ、でっかいの作ってたじゃないですか、他に。あいつらってもう戦力なんないかな。ただ回復持ちだったからね。とりあえずデスピサロが、まあ、こんな感じなんで。ここもね、強くできるけどね。ああ、竜王もいいけどね、回復もこれ1回2回、あ、テンションアップ持ちか、自動 HP 回復いいね。これもいいね。これ連れていくのも面白いし、エア2回行動。ミルドラース攻撃アップ3。ああ、いいね、これね。モーション長いんだよな、ミルドラースね。2回行動だけど、余計なの使わせなければいいもんね。まあ、これ連れてってもいいか。攻撃のみさせればいいって話だもんね。だからこれで奇跡の、ミルク屋さんに奇跡のメス装備できるわ、この人。あ、できるよな。これを装備さ、あ、攻撃力あんまないね。やっぱデスピサロの方が強いかなって感じはしますけど、これを上げればそんな、問題もちょっとは緩和してくれるんじゃないのって感じで。よし。肋骨話4か。よし。じゃあこれでいこうか。あとは断崖とかね、いろんなとこ行かないといけないから、まあ昼間でも現れますからね、あれはね。天候が悪い時しかいないよね。今回いよいよ新しい、お、雨降ってますね。これでイザナイ使って上に行っていなければ、まあ繰り返して、まあどんなことをやるかって言いますと、まあずっとやってましたからね。今回多分神獣戦最後だと思うんですよ。この吹雪いてる時さ、プロフェッショナル版だけかな、あのドラゴン。お、お、びっくりした。いきなり現れないでびっくりするから、本当に。このイザナイルーラで飛んだ先の上の方にね、モンスターがいなければ、まあ、神獣が現れてるっていうパターンなのと、まあ海とかもそうですしね、平原もそうでしたしね、まあ、まあ、どこにでもいるんでしょうね、あいつらはね。ここにとりあえずパーツが入ってるかもしれないので、ね、ほら。まあ、こんな感じで。メタルチケットも入ってますんで、まあ、この繰り返しをずっとね、やってればね、5、6回ぐらいやってれば出てくるかな。どうなんだろうね。左見て。あ、モンスターがいるってことは、ね、あ、まあ一番上に GJ がいるのかな、みたいな感じですけどね。まあ適当に回ってみて、雪山にもいる可能性あります。雪山って天候関係ないよね。プロフェッショナル版だけかな、なんか吹雪いてたりなんかするの。じゃあここでイザナイルーラーを使って、出てくる場所っていうのがもう大体把握してますんで。まあ、なんで把握してんのって、もうあそこまで出たらね、さすがに調べますよね、自分でね。何がいるかはもう分かったんで。まあ、おそらく今回出てくるのは、まあ、キングスペディオかなと思うんですけどね。そこまではさすがに分かんないですけど。
これも小さなパーツ盗めますんで、まあこんな感じでね、どっちみち今回動画そんな長く ないと思うんだけど、だからちょっとこういうのも入れようかなと。まあ配合もね、やっていかなくちゃないですね。小さなパーツ。まあこれで売り物もね、いいでしょう、これ。まあこんな感じで宝箱を開けながらね、まあ攻略していけばいいんじゃないかな。で、あわよくば、リザードファッツがいるかもしれないから、とっ捕まえといて鬼コンボをもう一回作ったりとかね。まあそういうのも、ありだよね。それ、リザードファッツ捕まえさえすれば、あとボストロール密林から捕まえてきてね、ジョーカー1と一緒なんですけど、作り方は鬼コンボの先のドンモグラとかね。だけど、ジョーカー1の場合だったら、ボストロールとかね、作んなくちゃいけなかったり、あと、ワンチャンスだったんですよね。一回しかもう。捕まえられるチャンスがないんで、あと配合するしかないとかね、まあそんな感じだったんですよ。そうだね、まあ効率がいいんか分かんないけど、この奥にいますんで、もしかしたらいいかなっていうね。あ、いたね。まあこれはとっ捕まえといてもいいかな。やっぱりね、低いよね。じゃあ、マジかよ。まあ、いかったらしょうがない。まあ、これは捕まえるチャンスはいくらでもありますんで、ね、こいつと、ボストロールでね、とりあえず鬼コンボできますんで、それで鬼コンボとでっかいここにいるブオーンとかで配合で無動できますんで、まあ、簡単なんですよね、要はね。作り方さえしてしまえば。ね、まあ、今回終始ここじゃないんで、で小さなパーツとかも結構手に入れたじゃないですか。ね。だから今、まあ使ってしまった分はしょうがないんだけど。まあ、神獣戦なんでね、そんな、まあ、そうだね。まあ、そこそこ強いか。ここにいるはずなんですよ。モンスターがいなければね。あ、いるね。ここの、まあ小さなパーツ集めるのもいいんですけどね。この右のね、奥に、あ、ここ奥だと思うんですけどね。多分ね。よし。あ、1万8000あるね。それはルカニオンとかなくなったから、とりあえず飛行船行って、パーツ入れてね。まあ、こんな作業はいつも裏でやってますけどね。の不思議なタンバリンとかそろそろ売ってるよね。あ、攻撃力の証、いいねいいね。守備力の証。マイケルミ危ねえな。ルカニオンも。こんぐらい買っといた方がいいか。ダイナスブレードが売ってる。ドラゴンランス。デビルブレイカー。こんなので、ああ。ドラゴンテール。メタルクロウ。あ、メタルクロウ。メタルネイルより上だよね。暗黒の杖。あ、売り出されてきましたね、だんだんね。よし。じゃあちょっと出るまでカットしますね。お、またもや平原にありました。やっぱ雨降りの時だよね。裏にあんのが何なのかわかんないけど。まあ、大体こんなもんだよな、平原だと。おぉ。4回目ですね。はい、前回クインガルハートだったんですけどね。マスターカズボーイを待っていたぞ。とっておきの姿を除けば、これが我の最後の姿となる。とっておきの姿。故に今回が何時の力を試す最後の戦いというわけだ。今まで我に付き合ってくれて本当に感謝している。だが手加減はせぬ。何時も全力でかかってくるがよい。
ジュニアを託せるマスターかどうか、ここで見極めさせてもらうぞ。これって何回も出てくるのかな？一回きりだよね。はい、キングスペリオ。まあ、前作出てきましたね。お、いきなりデスカード来んのか。まあ、倒せばいいだけだからね、今回は。いやーんってやったね。お、バイキルト。まあ、こっちもイケツカードやってもいいけどね。あ、7200アンダー、88だって。さすがですね。まだ上がんの？上がんないよね。バイキルトの意味とや。まあ落ちたら落ちたでいいっすね。さすがに入れ替えてやろうか。どうしようか。たまにはね。お、ジゴスパー。ズボン。あー、まあ火力こんなもんだよね。2回行動だからね。でもね、まあなんかほっといてもいけそうですけどね。お、イケツカード。もう今更遅い。なんか吸収されたみたいだよね。あの緑色のあれみたい。お、キングの証。まあ36とかだもんね、まだね。何時の力見極めさせてもらったぞ。何時こそ我がジュニアを託せる真のマスターに違いあるまい。ふふふ、死してなお何時のようなモンスターに出会えるとはな。死してなお。神獣は死と共にジュニアを授かる。そして、ジュニアを託す者に出会ったとき、記憶を失い、消滅するのだ。短い間だったが、何時と過ごした時間、なかなか楽しかったぞ。さあ、飛行船が見える場所でジュニアが何時の迎えを待っている。ジュニアのことよろしく頼んだぞ。願わくば何時が誇り高き、最強のマスターであらんこと。ね、こんな最強っぽい神獣倒してね。あ、神獣の最後だ。はい、今のがヒントですけど、まあ、とりあえず、セーブさせていただいてね。飛行船が見える場所って言いましたよね。まあ、始まりと終わりの地みたいな。あれ、ここじゃなかったっけ？もう一個の方だっけ？まあいいや、ここら辺にいると思いますけど。あ、いた。くーんくーん。はい。
新一郎じゃないです。ペリオが仲間になりました。はい、スペディオのワンワンちゃんです。ワンワンちゃん入りましたね。で、これでランクハテナか。これ WS じゃないんだね。そっか、あ、この時もまだハテナか。ってことはこれをレベル上げてね、いろいろ配合とかしなくちゃいけないんだけど、まあ今回ここまでですね。この真珠ですけどね、もうジョーカー1でねずっといましたもんね。また現れるのかな。現れて1から手に入るのかな、これって。だからこのスペディオとかね、ここにまあタコアーノンでキングスペディオとかなるわけですけど、まあそこにするまでにね、ディアノーグとかさ、ちょっと弱いものと配合して全部埋めなくちゃないからね。まあ次回はそこら辺行きます。そうしないとその先の配合に行けませんので、ね、はい、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。